ンの真似だ。失礼しました、アリーシャ様。バルトロ様の命は同志スレイをお通しせよとのことでしたから。バルトロ閣下は接客中です。しばし客室でお待ちください。こちらへ。自分から呼び出しておいて。しばらくこの部屋でお待ちを。あら？本がこんなに。しかしさすが王宮だね。貴重な本が揃っている。遺跡や歴史の本も多いな。全部読んでみたいけど。あの本面白そうな題名ですね。クルオシキ愛の叫び、詩集かな。ちょっと読んでみるか。おい、本が浮いて見えるって。大丈夫、アリーシャがカバーしてくれてる。まったく、俺が持つから貸して。なるほど、これは苦しいな。愛と苦悩を叫びながら青すぎる情熱がほとばしっていますわ。10年後に読み返した作者が自分のあまりの若さにもだえ回るのが見えるような。そういう意味でも苦しいですわね。そう？いいことを言ってると思うけど。え？スレイ、君ってやつは情熱家なんですね。二人の視線、なんか苦しい。バルトロ様の準備が整いました。円卓の前へどうぞ。姫様はお待ちを。なぜだ。アリーシャ様には別命が下されるとの内示がありました。マーリンドの件か。はい、このままご待機を。わかった。アリーシャ、前からあった仕事の話なんだ。すまないが私は残るよ。こちらへ。円卓の前へご案内します。出せておいてわざとだね。汚れが消えないわけだよ。
待たせたな、どうしよう。遠慮なくかけたまえ。毒でも入ってそうだ。心配無用、毒など入っていない。我々は君とお近づきになりたいのだよ。紹介しよう。こちらは軍を統括するマティア軍機大臣、ハイランドの法を司るシモン律令博士、最高位の聖職者ナタエル大司教、そして王の保筆たる内務卿バルトロだ。スレイです。招待してくれてありがとう。俺も話をしたかったんだ。おい、素直に信じすぎ。度胸はあるようだな。それとも単なる愚か者か。おいしいな。アリーシャも一緒ならもっと良かったけど。どういう関係なのだね、アリーシャ殿下とは。友達だよ。俺を外の世界に誘ってくれた。建前はいい。腹を割って話そうじゃないか。スレイさんとアリーシャさんがお互いを利用して何か企んでるのだろうと言っているのですが。アリーシャを利用なんてしないし、同志はそういう存在じゃない。さて、本物の同志など見たことはないのでな。疑われてるね。当然だけど。いいよ、信じられないなら。よくはない。王族が偽同志を使って人気取りをしたとなれば致命的な醜聞だ。脅迫か。証明すればいいのか、本物の同志だって。本物かどうかなどどうでもいい。問題は国民が君を支持し始めている事実だ。民というものは常に劇的な救済を求め、安易に欲望を託すからな。確かに人々の過剰な期待には歴代の同志も苦しんできました。民衆は誠に愚かで低俗。非常に残念だが、これは事実なのだ。しかし、だからこそ君の存在が有効となる。俺が？なんで？単刀直入に言おう。我々の配下に入れ、同志スレイ。ハイランドを守護する同志として、国民の士気を高揚させてもらいたいのだ。近年災害が続いたせいか、国民に衛生感が広まって困ってるのだよ。まったく愚民どもが。ローランスとの開戦も近いというのに。もちろん十分な礼はする。前金だ。聞くところによると、君は遺跡に興味を持っているそうだな。我らの仲間になるなら、遺跡探索や記録収集に十分な便宜を図ろうじゃないか。アリーシャ姫に義理立てしても無意味だぞ。かの姫は疫病の町マーリンドに左遷されるのだからな。アリーシャが疫病の町に？強情な騎士姫もあの町で苦労すれば身の程を思い知るでしょう。もっとも、本人が疫病にかかればその後悔も役には立たぬでしょうが。そういうわけだ。考えるまでもあるまい。断るよ。残念だな。話してわかる人たちじゃなかった。むしろ良かったよ。偽同士風情が後悔するぞ。アリーシャともども潰してくれる。待て。一体どういうことだ。王宮内に武装兵団を配するとは。これはバルトロ様の命で。スレイをどうする気だ。バルトロ卿、兵を引かせろ。王宮の見学は済んだよ。
行こう、アリシャ。自分の夢は自分で叶えるよ。俺も、アリーシャも。ああ、もちろんだ。民を惑わすイカ様同士を成敗いたします。下がらないと怪我をしますぞ。この力、本物。バルトロ卿、今の騒ぎは忘れる。その代わりもう二度と同志スレイに手出ししないでもらいたい。バカな、放置したら国の治安が。いや、こんなものをローランスレイに利用されてもしたら。国より自分の心配をした方がいい。あんたたちは風の骨。あうさすぎるぞ。そう、こいつは我らをたばかる姫殿下の暗殺を依頼した。バルトル大臣がアリーシャを殺そうとしたっていうのか。な、何よバカな。違ったか、殺すか。やめろ。頼む、やめてくれ。ハイランドに必要なものなのだ。噂通りね。よく聞けバルトロ卿、我らは教示に反する殺しはしない。侮るな。なぜ。大丈夫、殺してないよ。変わった暗殺者だね。王宮にまで忍び込むなんてね。出会い、クセマロだ。やばいぞ、スレイ。お前たちのおかげで仕事が一手で済んだ。天霊だ、ついてこい。強行突破しか。ダメだ、俺の力じゃ殺しちゃう。早くしろ、こっちだ。あとは自分で切り抜けないよ。これは秘密の力ですわね。ああ、かなりの汚れを感じる。どんな人間が閉じ込められたのかな。さぞ恨みを残したのでしょうね。王家への恨みを。ハリーシャが気に病むことじゃ。私は大丈夫だ。とにかく地上への出口を探そう。開いている檻もありますわ。用心して進みましょう。どうやら汚れの源はこの
一度目のようです。あまりにも深い恨みを抱いているようだ。ダメからの回転突撃は特に危険です。スレイ、アリシャ、敵の動きを見落とすな。おとなしく眠ってくれ。結構やるな。手がれを言うな。レジオフリーでタッチを決める。うなれ、レジオフリー、ヤッキュー、どう離れ、足りてる、外ろ、水よ、お湯の攻撃、ヤッキュー、行くんだ、結果魔人の決戦、有限財か、バーニングエコー、ヤッキュー、捨てて、全部メッセージ、冗談、ハルはエンド、足は剣道剣、一点で、油断できない相手だったな。ああ、そうか。何？多分ここ聖剣の遺跡とつながってるよ。直台も建築も同じ様式か。言われてみればそこはかとなく懐かしい。同じ時代にあったこれだけの水路を別々に運用するはずがないよ。聖剣の遺跡まで行けば外に出られるな。レディーレイクは巨大な地下遺跡の上に建てられた町だったんだな。嬉しそうに笑うんだな、こんな時でも。変かな。どんな時でも俺は俺だし。なるほど、その通りだね。甘やかすなよ、アリーシャ。スレイは自覚すべきなんだから、自分が変だって。そんな変人に付き合う人もかなり変だと思いますけど。鏡見たら。まあ、なんて可憐な乙女。こんな仲間に変って言われたくないよ。やっと出れた。すっかり日が昇ってる。ああ、眩しくて立ちくらんじゃったよ。私も寝不足でフラフラだ。屋敷は追っ手がかかっているはずだ。宿で一休みしよう。湿った服も乾かさないと風邪をひいてしまう。ですわね。また怒っちゃいましたわね、人騒動。おかげで汚れが払えた。かなり結果論だけどな。でもよかった、これでここに思い残すことはない。そんな最後みたいに。最後なのです。私はマーリンドに行きます。って疫病の町だろ。あんな奴らに従うのか。大臣たちの思惑はどうあれ、命令は正式なもの。何よりマーリンドが疫病に苦しんでいるのは事実。私はできることをしたいんだ、ハイランドの民のために。アリーシャ、バルトロたちは笑うだろうけど。分かった、俺も一緒に行く。ダメだ、私に関わっては。さっきだって巻き込んでしまった。でもどうやってマーリンドへ。橋は流されちゃってる。それはなんとかする。だったら一緒になんとかしよう。その方が早くなんとかなりますわ。どの道橋は必要だしね、僕らにも。みんな、お礼はいいよ。昨日の料理すっごく美味しかったし。さあ橋の様子を見に行きましょう。